日本塗装工業会高知県支部に加盟する10の事業者の従業員らが高知市上町の車瀬公園で遊具の塗り替えを行いました。高知県支部ではこうした活動を40年以上にわたって11月16日のいい色塗装の日に行っていますが、今年は当日の天気が悪く延期になっていました。代々子どもたちがこう使って遊べるようにね、長持ちするようにしたいですね。年に一度このボランティアの日に皆様の役に立てるようにということで、塗装ボランティア塗装今日もやっております。子どもたちがのびのびと、遊んでいただければと思います。参加者はプロの技で遊具をピカピカにしていました。